の星女学院ラジオ JMA 放送局。皆さんこんにちは。JMA 黒沢ルビー役フリリンこと振畑愛です。うららじも一緒に頑張るビー、よろしくお願いします。リトルデーモンの皆さん、おはよはね。おはよしこ。だからよはねよ。やーん、ありがとうございます。対馬市役アイキャンこと小林愛香です。それでは皆さん行きますよ。全速全身よーそろーからのけいれい。渡辺陽役シュカシュこと斉藤シュカです。スクールアイドルアクアとして輝きを目指してがむしゃらに駆け抜けていく9人の少女たちのストーリー、それがラブライブサンシャイン。この番組はそんなラブライブサンシャインのことをより広くの人に知ってもらうために、アクアメンバーが全力で頑張るビーするスクールアイドルウェブラジオです。皆さんもスクールアイドルになったつもりで一緒に番組を盛り上げてくださいね。イエーイ。テンションがみんなおかしくなってます。はい、と言うスタイルだね。いうことでですね、はい、いよいよ明日8月11日ですね、はい、ラブライブサンシャイン沼津ジモアイ祭りがスタートします。よっしゃー、来たねー。お祭りが始まるよ。始まりますよ、ね、ということで、その中に含まれております、まずは明日8月11日はアクア裏の星女学院ラジオ JMA 放送局のスペシャル公開録音でございます。スペシャル、スペシャル。私たち JMA の3人がですね、お届けする公開、はいはい、ね、はい、録音があるんですけども、うん、楽しみ、ねえ、どんなことを、まあ私たちはね、もうやる気満々で、はい、あのコーナーをやる気満々ではありますけども、うん、はい、私たち的には沼津でやった公開録音が最後じゃない、この間、ね、何年だっけ、うんうん、2年3年ぐらい前だったかな、2年前か、なんか結婚式場みたいなところで、うん、そう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 、プロジェクションマッピング、ね、ジャージ着てシルエットで立ってみたいな、ね、もしかしたら今回もそういう感じでオープニング登場するのかもしれないし、どうなるんだろう、どんな登場かも皆さん楽しみにしていただきつつですね、ねね、もう明日ですから早い、ね、楽しみだね、楽しみ。そして続きます8月13日14日では、はい、アクアクラブ活動ライブ&ファンミーティングということで、はい、13日は、はい、リカコ、うん、オスワ、うん、アリサ、そして主歌の4人がお届けする、うん、ね、うん、ライブ&ファンミーティング、うん、そして14日は、うん、キャン、うん、そしてカナコ、ニャーちゃん、私、うん、フリの4人でお届けする、うんうん、ね、ファンミーティングとなっております、うんね、うん、楽しみですね、いろいろね、うん、皆さん本当にお祭り騒ぎで一緒に楽しめたらなと思ってます。はい、そしてそしてなんといっても来週火曜日、はい、8月16日は、はい、渡辺陽役斉藤シュカさん、はい、我らが斉藤シュカの誕生日です。斉藤シュカありがとうございます。ねえ、早い早いぞとね、ちょっと早いですけど、おめでとうというところで、めでてーな、ね、リピーです、めでてーことがたくさんでございます。そんなオープニングでございまして、ではでは皆さん最後までお付き合いよろしくお願いいたします、うん、ラブライブサンシャインアクア裏の星女学院ラジオ1、2のサンシャイン。ラブライブサンシャインアクア裏の星女学院ラジオ、この番組は2017プロジェクトラブライブサンシャインの提供でお送りします。ラブライブサンシャインアクア裏の星女学院ラジオ JMA 放送局特別企画賞賛ガール、はいはい、3人の中の誰か2人が挑戦者となり、残り1人は賞賛する、それだけのコーナー。挑戦者はさまざまなお題の言葉が書かれたくじを3枚引き、うん、制限時間30秒以内に全ての言葉を使用し、対象者を賞賛しなくてはいけません。おうおう、最終的に褒められた人がどっちの褒め方が嬉しかったかを判定します。判定とかは違くない違くないなんか違くないけど、もうね、それだけのコーナーらしいんで、うん、まあそれだけのコーナーなんで、褒めよ、まあ前もちょっとやったね、やりました、こういう感じのやつやったね、そうそうそう、
はい、それではまず称賛されるのは、うん、あ、私、あ、私です。おしゅかさん、はい、じゃあそれでは2人は先行か後攻かを決めてください。じゃんけんで、はい、じゃんけん、最初はグーじゃんけんぽい。勝ちました。おー、どっちそうそうそう、どっちもなんだよね。どっちも嫌なんだよね。2人だもんね。え、うん、じゃあ先行きます。オッケー。じゃあ私高校で先行のキャンちゃん、はい、くじを3枚引いて発表しましょう、はい、どれかな。30秒。はい、そう30秒。1個目、はい、うなぎ。うなぎ。うわ、いける。ちょっとわかんないな。うなぎ。2個目、うん、バンジージャンプ。いける。ちょっと何それ。全部罰ゲームのやつやん。次、炭酸水。無理だよ。はぁ、何それ。褒めれる。褒めれる。いけるきゃん。はいはい、じゃあそれでは私を褒めてください。はい、賞賛タイムスタート。シュカはですね、本当に炭酸水のような弾ける笑顔が特にね、うん、とっても可愛い子でございます。まあバンジージャンプ飛んだとしても、うん、きっとすぐ笑って弾けるような笑顔で、そんなところがみんな大好きなんだなと思います。そしてシュカちゃんは本当に、体がしなやかでして、しかもツルツル、うなぎのよう、まさにうなぎのよう。無理ある、無理ある、無理あるよ。しかもうなぎのところで私の体をこう一回見て、つるつる。はい、どうでしょうか。これまあ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 、でも全部一通り入れてた、まあ、全部ちゃんと言えましたよ。言ったわ、はい、うん、すげえ疲れた、ね、じゃあ、はい、続いてふり3つね、はい、くじ引いてください。このコーナー酸欠になりそう。いや、まともな単語がないんだよ、きっと。なんか褒める気がない。じゃあ最初、はい、釣り革。続いて塩コショウ。ちょっと頭回らない、いきます、うん、バラの花。あ、いいじゃないですか、いいですよ、はい、じゃあフリスさん大丈夫ですか。はい、それでは私を褒めてください。賞賛タイムスタート。シュカはいつもすごく匂いが綺麗な匂いを、綺麗な匂いって何。例えば、はい、釣り革にシカが捕まったその残り皮を嗅ぐとバラの花のような香りがして、でもその花の香りが私はすごく好きで、シュカのこと見て、私のこと見て、花をやっぱりこうずっと持続させるために塩コショウを振ってくしゃみをしてからまた花の、あ、違う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 、ダメ、うん、もう決まりました。はい、決まりました。待っていきます、はい、勝者キャンちゃん。無理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 。そうでしょ、なんか釣り革の残りがとか、キモすぎた。怖いんだけど、なんか綺麗な匂いでとか。しかも全然私の方見ねえし、私の方見ねえし、私見られても困りますよ。釣り革と塩コショウを使ったうまい褒め方他にある。なんだろうね。ないでしょ。無理でしょ。ないでしょ。釣り革の残りがにバラの花の匂いがするが一番もう正しい褒め方だと思う。いや、怖いのよ。怖いのよ。なんだろうね。釣り革ってもそれさ、抱えられてるんですよ。うわ、そうだ。この匂いだ。でもさ、釣り革に捕まらなくても、うん、なんか立ってられるような体幹の持ち主とか。ああ、いいね。そういうのだと。塩コショウは。塩コショウ。いいスパイスになりますみたいな。あ、やー、うまーうまーうまーキャン、マジうまい。うまい。なんかもうだって今、なんかキモいしかない。フリのキモいしかない。やめて、シンプルキモい、ちょっと辛いかも。へこんじゃう。シンプルなキモい。気持ち悪いよ。ちょっと本当に。いや、同じじゃん。意味同じじゃん、だって。こんなバリケードあるから今いいけど、なかったら結構辛いかも。辛いかも。やっちゃってすごかったな。キモい、キモい認定されちゃったよ。いや、でもいいよいいよ、はい、ありがとうね。続いて、じゃあ続いてフリー、そんなちょっと今ちょっと苗、うん、入ってる、苗、ね、入ってるフリーをね、称賛していきたいなと思います。いけるよ、いけるの、あんたたち、いけるの、あんたたち。はい、まだダメ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 、褒めて褒めて褒めて、はい、じゃあじゃんけんしよう。最初はグー、じゃんけんぽい。勝った。おー、今日勝ってんな。勝ってんね。あとにしようかな。おー、うわ、余裕なんだよ、ね、いや、わかんないよ、ちょっと私本当に、手応え感じてますか、この賞賛がある。感じてないです、感じてないです。うまいよ、なかなか一番。本当ですか。今日うまいよね、本当に。だって塩コショウでスパイスもあるみたいな。釣り革でなんか体感どうとか、ね、出てこな
個ね、一個一個褒めるスタイル。さあ、何ですか単語は。セロリ。セロリ、いいじゃん、セロリ。セロリ、セロリだよ。匂い結構きついよ。太もも。うわー、太もも、うわー、大丈夫？大丈夫しようか、これ。セロリと太ももいける。フリじゃなくてよかった。しかも、最後の言葉いい？うん。うほほ。うわー、キモい。どうなるかな。ちょっと、ね、ちょっと急に痒くなってきちゃった。書かないよ。ね、書かない。ね、まだ言ってないんだけど。ごめん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 。急に痒くなってきた。ちょっと待って、セロリってなんかあんまいい匂いじゃないよね。育ってきた環境が違うから。ダメ、それ好き嫌いは否めない。セロリあんまいい匂いじゃないよな。いけるかな。いけますか。ちょっとセロリが出てこないな。まあ、ちょっとどうにかうまくまとめてください。うん、まあ行くわ。じゃあ行きますよ。はい、それでは。シュカの賞賛タイムです。はい、どうぞ。フリの太ももはすごくスベスベで、私自身もちょっとウホウホしながら触ったりもするんですけど、チャンチャンチャンってやると触ったりもして、やっぱ柔らかいマシュマロななんか感じの肌感があったりとか、やっぱ羨ましいなってすごく思うんですよ、やっぱり。でセロリ、ちょっと待って、セロリセロリ、今2個、セロリのような匂いはやっぱしなくて、中途半端、ね、中途半端、ちょっと難しくないでもこれ。むずい、正直むずいよね。確かにチョイスがちょっと嫌だったね。嫌だったな。なんか全部足にウホウホしてる感じがして、ね、ちょっと嫌だね。しかもフリの太ももとか触ったことないし。じゃあキャン、次キャンちゃん、はい、頑張ります。はい、言葉が嫌だよね、はい、うん、褒めるようなさ言葉が入ってないんだよ。キャンは褒めるよ。スノーボード。スノーボード、季節感、ね、季節、ええ、フレキシブル。フレキシブル、フレキシブルってどういう、わかんない。今のとこカタカナだね。円周率。円周率、いけるの。いけるの。マジ？円周率って難しくない？え、なんか言葉覚えてるけど。言葉が難しい。うん、フレキシブルってなんか大学生がみんな言いそう。いろんな。確かに。マジ偏見。え、フレキシブルって何？何？わかんない。検索してみる、フレキシブル。フレキシブルの意味。確かに。教えてください。それわかんないとね。柔軟性がある様。ああ、まあまあ。フレキシブル。一個覚えたね、うん、勉強になりました。ありがとうございます。勉強して場合じゃない場合じゃない、挑戦して、挑戦しなきゃ、はい、いける、はい、頑張ります。はい、じゃあそれではフリを褒めてください。賞賛タイムスタート。フリはですね、うん、本当に冬が似合う女なんですよ。とっても可愛くて、まあ、色も白いしね、雪が似合うんですけど、スノーボードがとっても似合うんですよ。もう、うんあのやってる姿が本当にかっこよくて、はい、かっこよさそうだなって、そうだね、はい、多分似合うんだろうなって思うんですけど、すごくフレキシブルな、あのいつもねフレキシブルな、難しい、フレキシブルに、あー、いい、円周率、珍しい、珍しい、円周率言っても珍しい。でもさ、ちょっとさ、言葉が意味わかんないし、ちょっと難しかった。使い方むずい。え、難しかった。円周率。え、スノーボードはできるの？できない。持ったことはある。でもほら、冬は似合いそうじゃん。ありがとう。今2月生まれなんで。そうね。ありがとうございます。珍しいな。キャンがこれ苦戦したね。苦戦した。じゃあ、決めていただいていいですか？すみません。どっちもどっちだと思うんですけど。そうですよね。どっちかというのを。じゃあ、キャンで。ちょっとね、でもやっぱさっきの多分キモいって言ったのが、ここでよかったらもしない、引きずってます。あ、やばいやばいやばい、引きずってます。気をつけよう、気をつけよう、引きずってます。私円周率ぶち込んだだけなのに。じゃあ次はキャン、はい、褒めてください。ようやく、最初はグーじゃんけんぽい、後で、あ、お、にしようかな、先行ですか、はい、私が。フリさっき書いたとこめっちゃ赤くなって、言わなくていいよ、言わなくて常々言ってくれる、書きすぎ、すいません、はい、
じゃあ弾いていくか。弾いてください。はい。これね弾くねものによるんですよ。そうなんだよ。結局ね。ワードが。はい、じゃあいきます。になってきます。ワリザ。ワリザ。ワリザ。続いてレーザービーム。エンドロール。ワリーザー、レーザービーム、エンドロール、何キャンの物語おしまい、どこ終わる終わる終わるエンドロールになる、もしかしてちょっと終わらせないで、何を終わるのかな。はい、じゃあ、はい、フリーさん、キャンを褒めてください、はいはい、塩さんタイムスタート。いやキャンはやっぱり歌が上手で、テレビとか見て、はい、エンドロールにキャン の、うん、あの主題歌が乗るとおーってなります。おね、おで、はい、で本当レーザービームのような、はい、もう輝きをした目、いつも、ね、そんな美しい目をあの見て、かわいいな美しいなと思ってます。割り算割り算割り算できるかできないかぐらい本当にあの割るとこがない何を割るの、何を割ったんだ、何を割ろうとしてんの無理だよ、難しいね、なんだよ、なんだよ、テレビが悪いな、エンドロールでキャンの名前書いてるわってなります、いつもわってなりますありがとうございます、はい、その他のところでいろいろ得点を稼ごうとしているところが見えましたはい、ありがとうございます。ありがとうございます。私弾きます。はい、弾いてください。こういう言葉がやっぱ、ね、言葉だよ、大事ですよ。うん、大事だよ、ね、どうですか、うん、ハイブリッド。おお、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。ハイブリッドってなんだっけ、いろんな、まあ、なんか融合してるというか持ち合わせてますね、うん、みたいな、ピラミッド。なんかどいい踏んでる、いい踏んでる。ハイブリッド、ピラミッド。え？係長。いい踏んでる？係長。係長。え？何？係長って。え？それ係長にしか使えなくない？キャン係長じゃないし。微妙な位置だな、係長しかも。係長。部長とかで係長か。さあいける、どうでしょう、まあ、なんか行くわ、分かんないけどはい、行けます。じゃあキャンを称賛したいと思います、はい、スタート、もしキャンが係長になったらきっとハイブリッドを、ね、どういう、まあ、あのいろんなことができたりとか、うん、人のことを多分きっと周り見れたりとかもするし、やっぱあの何ですかね、多分きっとあのピラミッドを多分設計してると思うんですよこの人はあの研究をしてる人だと思うんですよキャンは。係長になったらそのピラミッドのなんでなんでそこに出るの話が次イフじゃん全部イフじゃんイフじゃんもしあのピラミッドあの計画みたいなで、あのそうなんですよ、キャンが係長になるんですなんでさせられてんだ私ピラミッドの係長、ピラミッド系の係長なんでどういうエジプト行かなきゃじゃない、はい、あのキャン飛びます、あ行くんすか私、はい、飛びます係長として、係長として、まあイフね、イフね、すげえイフだった褒めたかどうかさておいて褒めてないね、全く思って一瞬褒められたんだけどね、一瞬確かに、はいはいはい、超一瞬だった、なるほど、わかりました、はい、じゃあキャンちゃん判定お願いします、はい、フリさんです、やったーやったそりゃそうよ、これはもうね仕方ないね、そう係長引いちゃったから、係長引いた時点で、ま、負け確定だったかもしれない、でした、頑張りましたよく、ありがとうございますはい、ということで皆さんもぜひ私たちのことを褒めるメールを送ってくださいお願いします、お願いします、以上翔さんガールでした。それではここで一曲お届けしましょう、アクアでチモアイダッシュ、どんなどんな色や形など
皆さんからのお便りを紹介する裏の星女学院投書箱のコーナーです。はい、早速読みます、うん、ヨーソローネームムギュンさんからいただきました。ありがとうございま す。 JMA 放送局局員の皆さん JMA まずは東京ドームライブ本当にありがとうございます。ありがとうございます。そしてお疲れ様でした、うん、あのライブがあまりに良すぎたのと、そして沼津のことを必ず口にしてくれる皆さんの思いが嬉しくて、ライブの翌週に沼津に行ってきました。いいね、最高。干物やお刺身、スイーツを美味しくいただいたり、揚げ土商店街ではお店の方々とお話ししてライブのお話をしたり、大変楽しい時間を過ごさせていただきました、うん、その中でも街中至る所に現実のヨハネのシリーズアニメ化を祝して張り紙がしてあって、うん、お店の方もすごく喜んでいたのが印象的でした、うん、あ、本当だ、写真あるね。嬉しい、うん、沼津の方々もラブライブサンシャインを盛り上げていこうとする気合を感じて、自分個人としてもこれからも何度も訪れて沼津を応援しようと思いました。何度だって沼津。いいですね。いただきました、ありがとうございます。何度だって嬉しい、ありがとうございます。本当温かいね、こういう風に商店街とかに ね、 ね、こういう風に飾っていただけて、そうアニメか、うん、商店街の皆さんが見に来てくれてて、うん、で、うん、発表があったじゃないですか、うん、で2日目に発表して、でもうそれが嬉しくて嬉しくて、うん、もう帰る新幹線の中でみんなで明日張り出そうって言って、うん、こういうチラシを作ろうって言って、うん、みんなで盛り上がって話して、帰り道にやったんだよって言われて、あったかすぎ、あったかすぎって思って、みんなすごく嬉しいです。嬉しい、本当に私たちもね、沼津盛り上げていけるようにもっともっと頑張りたいです、ね、頑張ろう、ね、ありがとうございます、うん、ね、ありがとうございます。続きましてピギンネーム、うん、ウルトラマリンブルーさんからいただきました。ありがとうございます。アクアクラブ2022ホワイトエディション購入しました。ありがとうございます。新規映像のワクワクボーリング大会見ましたよ。いや面白かったです、うん、特に最下位の人が、あ、誰だ、修行編を経たリベンジマッチとかいつか見たいです、うん、いただきました。いいね、ありがとうございます、うん、続いてリトルデーモンネームナベさんからいただきました、うん、ありがとうございます。アクアクラブ2022に収録されているワクワクボーリング大会視聴しました。ありがとう。投げるごとに上手くなるシュカさん、はい、フォームがとっても綺麗な小林さん、うんうん、独特なフォームで専属コーチまでついた振畑さん、はい、見どころが多すぎてめっちゃ面白かったです、うん、次またボーリングする機会があればアクアメンバー全員でボーリング大会をしてほしいですっていただきました。3人でありがとうございます、うん、ちょっとやらせていただきましたけど大会ね、はい、うん、そうですね、シカが見事に優勝し、ね、なんかそうだそうだ、あんまり見応えない感じのいやなんか、うん、なんか底辺の争いすぎて本当になんかね、いいぞいいぞみたいな、そうなんか傷の舐め合いみたいな感じ、大丈夫大丈夫、なんかスタッフさんもこんな風に思ってなかったのか、すごいなんかもっとみんな頑張ってくださいみたいな、なんかパチ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 みたいなあ、なんかあんま盛り上がってなくないみたいな、ヘアメイクさんもちょっとびっくりみたいな、ね、あれあれみたいな、いやでもね楽しかったよね、いや楽しかったよ、普通に楽しかったよ、うんうん、あんまやらないしボーリングとかね、そうそうそう、あんま機会がないとできないから、うん、次9人でやりたいね、ねやりたい、カオスそうだな、誰が一番うまいかな、ボーリング、ボーリング、なんかあんまりこうみんなイメージないな、うん、誰だろう、あんちゃんかな、あんちゃんかな、あんちゃんはそう、あんちゃん、なんかリカ子とかすごいことしそうじゃない、リカ子多分次違うレーンに行っちゃう気が、ね、行っちゃうね、なんか本当にしちゃう気が、行っちゃうねとか言って、あと後ろに本当に投げちゃうか、怖い怖い、もう古畑さんも近いかもしれない、ちょっとまあまあやらせていただきましたけど、やらせていただきましたリベンジマッチみたいな、いいじゃん、ね、でも修行編ちょっとやろうよ、そうだね、修行したらでも上手くなっちゃうかもしれないしね、うんうん、そうそう、ちょディレクターさん専属で、私あのちょっと専属キープしないでダメだよダメだよ、いてくださると大変助かるからダメだからそれでもそのさ、なんかちょっと助言結構どうだったんだろうね、うん、なんかそれをもらって何だったんだろう、上手くなったんかないやまあまあ絶妙そうだね、絶妙もっとどっち側から投げようとか言ってましたけどいやでもなんかあれやすきだ、あ成長いやいきなり成
張してた時もあったよね。でもそうめっちゃ上手かったんだけど覚醒した時あったうちあれだったよね。え何それみたいなこれバラエティやってんだって思って、いや振りだけバラエティやってるわ、バラエティやってると思って、うわーっと思ったらよすぐ下手になったそんなわけないぞと。一回上手くなった時目の色変わってたもんね。いや違かった、ゾーンに入ってたもんね。いやなんかこれが本当の私なんだみたいな。そんな下りもありましたありましたけども、大いに全振りでしたね。またなんかいつかやりたいですね。やりたいね。ということでございまして、皆さん本当にたくさんのメールありがとうございます。お知らせです。まずはイベント情報。改めてになりますが、いよいよ明日8月11日より、私たちアクアの地元沼津にてスペシャルイベント、ラブライブサンシャイン沼津地元愛祭りを開催させていただきます。現在イベントの有料生配信チケットが販売中ですので、ぜひ配信でもご参加ください、うん、そして沼津地元愛祭りのオフィシャルグッズの会場受け取り事前予約は更新日の本日8月10日23時59分までとなっております、うん、数量に限りがある場合がございますので、お早めにチェックしてみてください。はい、続いてライブブルーレイ情報です。昨年12月に開催されたラブライブサンシャインアクアエクストララブライブドリーミーコンサート2021のブルーレイメモリアルボックスが8月17日水曜日に発売させていただきます。デイ2公演に加え、メイキング映像やフォトブックレットも収録、 YouTube にて視聴動画を公開していますので、ぜひチェックしてください。また店舗特典はなくなり次第終了となりますので、ご予約をお忘れなく。以上お知らせでした。ラブライブサンシャインアクア裏の星女学院ラジオ JMA 放送局、そろそろお別れのお時間が近づいてきました。はい、何それ、賞賛があるね、ちょっと賞賛まあ言うても明日は公開録音です。明日明日です。明日ちょっとどんな感じになるんだろう、マジ楽しみだな、ね、めっちゃ楽しみ久しぶりだからね、うん、動いてるちょっとラジオね、皆さんにまたお届けできる。普段どんだけ動いてるかがね。そうなんだよ、ラジオなのにね、めちゃめちゃ動いてるから、うん、動いちゃってる。それが伝わんないのがさ悔しいじゃん、やっぱ。そうめっちゃ面白いのその動きがさあ、もしかしたら意図してないところでね、そうあのコーナーもやるかもよっていうね、うんうん、これだけ言っといたらやるでしょ、いろいろ楽しみいろいろ楽しみなんで、やんなかったら超爆笑やんないですあれみたいな、入ってないんだけどでしょうね。ね、あとはもうライブ&ファンミーティングもありますし、うん、13と14でね、別々のメンバーでやるので、うん、こちらもね楽しみに待っていただけたら嬉しいなと思います、うんうんうん、それでは今回のラブライブサンシャインアクア裏の星女学院ラジオ JMA 放送局はここまで。お相手は黒沢ルビー役栗畑愛と、津島よしこ役小林愛香と、渡辺陽役斉藤朱夏でした。またね。ラブライブサンシャインアクア裏の星女学院ラジオ、この番組は2017プロジェクトラブライブサンシャインの提供でお送りしました。